はい、佐久間、その後、はい、もっと右だ。はい、オッケー。パッとこう。三宮さん、よろしい？はい、どうぞ。じゃあ、本番願います。はい、神宮さん、行きますよ。はい。よーい。はい。月夜の晩にね。どうしたの？やったんだよ、ヤシの木陰で。何を？接吻。はい、みぬは、いつばくしさもあらなくに、こだくあれはこいつつもあるか。ねえ、雨宮さんどうかしら、お姉様に。お前まだ小学生で、鼻垂らしてたよ。そしたらそれで左と右間違えてつけちゃったの。今朝もそうなの。お父様に召し上がる半熟茹でちゃったの。しかし万葉の草も伝法であるとは考えましたね。何かと不自由だぞ。金にも困るぞ。腹も減るぞ。そんな時はいつもニコニコ笑ってるんだ。その代わり俺がうんと可愛がってやる。